こんにちは、大木町議員の馬場隆です。えー、今回もまたちょっと面白いネタ、面白いというかためになる話をしてみたいと思います。まあ、営業の極意というかですね、えま私が、まあ、まあ、コロール、まあ、パラオの中のコロール島っていう、まあペリューの、 っっててていいうお店でお店店でを立ち上げて3年ぐらい経ってコロールとっていうところにもお店を立ち上げたんですけどまあなかなかあのす、ー、でにもう20軒ぐらいダイビングショップがあるんでですねどうしたらお客が取れるのかと、まあ、いろいろ考えてですねまあ営業に行こうということで、えー、台湾に営業に行きましたその時はあの一番あのパラオに観光客が来てたのが台湾からだったんでですねその時はあのえー

お観光客、日本人が一番多かったんですけど、日本の方も景気が悪くなって、日本の方が景気が悪くなってきてたんですね。他の国でどうかないかということで台湾にアプローチをかけて、台湾の、タ台湾とパラオが国交を結んでですね、えー、観光客がパラオからよく来るようになりました。で、私も営業に行きですね。まあ旅行会社さん、たまたまお知り合いになった方、まあ社長さんがいらっしゃってですね、えー、まあその人と一緒にいい、まあいろんな、まあ、 ハナオっていう、まあ、ダイビングスポットのことを知らないので、全く雑誌とかにも取り扱ってもらってなかったので、えそれを説明するという旅に出かけました。まあその旅行会社さんの社長さん、結構ファンキーな方でですね、もう原付きでいきなり私ホテル泊まってたんですけど、ホテルの前にブーンって原付きで来て、ちょっと後ろ乗りって言われて、ヘルメット渡されて、 で、原付きで、ブワーンってこう、ダイビングショップを一軒一軒回るんですよ。まあ、その時はほとんどあの、フィリピンがメインでツアーをやってたみたい。ダイビングショップツアーってやつですね。やってたそうで。まあ、あの、パラオのことを知らないので、まあ、私がこう、説明するべきなんですけど、まあ、9割英語わかんないので、まあ、1割、 あ,あ0.5%ぐらい、あの、日本語わかる人がいて、0.5%ぐらい英語喋れる人がいるっていうくらいなので、みんなに説明しようとしても話にならないんですよ。まあだ、大概、まあ、ま、あ日本語かあの、台湾、あの、英語喋れる人の横に行ってですね、ま、あ話を、ま、あ飲みながらしてたりとかしてたんですけども、でもやっぱり、あのー、 結局、落とさないといけないのは、そのダイビングショップのオーナーさんじゃないですか。その人がみんなに声かけてツアー組んでくれないと、来てくれませんからね。でもほとんどオーナーさん英語喋れる人とかいないので、日本語喋れる人いないので、もうオーナーさんにパラオに来てもらおうと思ったらですね、もう喋れないから、もう私ひたすらもう乾杯、乾杯乾杯,乾杯っていう、乾杯って言うんですよ、中学校で。乾杯って言ってもう飲むしかない。 もう空も台北からカウションからですね、台中から、もうあり、あらと、ありとあらゆるダイビングショップを巡って、でも別にわざわざレストランとか近く行かなくてですね、もうダイビングショップに、だいたいうちらが行くってもう1日前にその旅行会社の社長の人が電話入れてくれてるので、うわ、パラオってとこからダイビングショップの社長さんが来るよっていう、 話に向こうはなってて、まあそれをさ、酒のつまみに飲もうってことでも、10人、20人、そのショップに大体集まってるわけですよ。で、そこに現在で、バーンって行って、あのー、まあ台タイ、体中、体、体、あの、カウンションはね、バスで行きましたから、あの、バイ、現在じゃなかったですけど、台北だけです、あの、現在で移動したのは。で、まあ、あのー、みんなで、ね、 ダイビングショップの中でね、飲むことがほとんどだったんですけども、カンペーカンペーカンペー言うて、もうシーンとなるわけにもいけないじゃないですか。なんでもうカンパガンパでもうひたすら飲む。ね、もうよ、飲みすぎてパスポートのなくしたりですね、チケットをどこに置いたかわからなかったり、もうたくさんいろいろありました。失敗しました。 ちなみに盛り上がって2時間にでも行こうかとかなったらですね、あの、カラオケ、まあ、カラオケというボックスじゃなくて、まあ、あの、バーにカラオケが、まあ、いわゆる日本でいうスナックみたいな感じですかね。そういうところに行ったりもしました。すとですね、まあ、私結局喋れないので、もう歌うしかないじゃないですか。ね。あの、私の、私がいるっていう、私のために集まってきてくれて、 しかも、あの、私は営業しに来てる立場で、喋れない。もう、歌うしかないですよ。ほんで、見つけたのが、あの、長渕剛。台湾の人みんな長渕剛の曲知ってるんですよね。だから、あの、トンボとか、乾杯。乾杯の曲歌うとね、もう、むっちゃ盛り上がるんですよ。 しかも乾杯の時は乾杯ってやりながらこうみんなでジョッキ上げて踊ったりするんですよみんな。なんかもうそれがすっごい盛り上がってそれがえあの数字に後々結びつくんです。その後パラオにすっごい来てくれるようになってうちのお店にもう本当もう営業の極意。まあこれを教えたかっただけの話なんですけどそれではまた